とか浪江とかはちょっと違いますけども、全体的に見てですね。でしかもその方たちは7月以降もその場にとどまっているわけですから、これに比べて追加されて、被曝が増えてるということが分かるわけですね。ですからこの7月までの初期線量だけを比べて低い低いというふうなことを専門家会議ではおっしゃっていて、この間委員からも異論が出ましたけれども、それはもうちょっと現実をきちんと見ていないのではないかと思います。で一方甲状腺の線量で、これを見ますと、じゃあチェルノブイリの方が高めであろうというふうには見えるんですけども、実態は実際のところ今までは不明であるというのが現状ですね。でこれはアンスケアの2013年の報告書で、ヨウ素の大気の拡散状況の、シミュレーションです。これは3月11日から4月1日までのものなんですけども、ちょっと見ていただければというふうに思います。上の方に時間、経過時間とですね、日にちとか出てきます。4月1日まで。ぐるぐる回ってかなり関東の方もですね、来てるっていうのが。はい、ここで終わりです。すいません。今のはその要素が、あのようにいろいろ関東の方にぐる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 回っているということでですね、やはりきちんと線量評価をもっとやっていかなければわからないのではないかというふうに私たちは思っています。でさらに現在では甲状腺がんということが焦点に当てられて、検査も行われているわけですけども、チェルノブイリでもがん以外のさまざまな病気っていうことが言われています。今日に至るまで言われています。でこれは25周年のウクライナの政府レポートですけれども、ここでは初期の5年では甲状腺の全般的ですね、の疾患や免疫呼吸器消化器系の疾患が進行するリスクがある、つまりいろんなデータの中で外れ値がですね結構出てきてるとか、高いとか低いというようなことが見えてきてるというふうに、総括しています。で次の5年になりますと、特に30キロ圏から避難した子や戦地域に居住している子どもの、健康な子どもが非常に少なくなってきているという傾向がはっきりして、慢性疾患のある子が6割前後という形になってきています。でこうした子どもたちの健康状態の全体的な特徴を見ると、非常に発症が若年齢化していて、多系統さらに複数の期間にわたるような病変があると、治療に対して比較的に抵抗性があって、そのためもありますが経過が長引き、また再発の可能性も高いと。で、結局こういうような状況のために、これらの、子どもたちの集団が小児期全体を通して健康レベルが低い状態が続いていると。したがってこういうような状態の中で、生殖年齢に達していくということでですね、それが、その次の世代にも健康に影響を与えざるを得ないというふうに言っています。で、そうしたその被曝した人の子どもではですね、健康な子どもが年々減少しているというふうに見ています。全国的な統計と被曝した人の子どもと比べているわけですけども、92年と2009年に比べると、非常に特定の分類の病気がですね、これウクライナの場合ですけども見られていると。内分泌系は非常に増えているし、その他のものもですね5倍とか4倍近い増加していると。で発症率も有病率も全国の子どもに比べると、被曝した人の子どもでは優位に
増加率が高いと、発症率も高いし、また増加率も高いというふうに言われています。一方、じゃあそういった保険対策のことなんですけども、日本の、その被爆者の方たちの対策っていうのがもう何十年も続けられてきたわけですけども、それをやっぱり私たちは学んで、今回もですね、行くべきではないかと。特に、被爆者援護法の全文では放射能による健康被害ということで、国の責任において総合的な保健医療福祉対策ということを講じていると述べております。でご存知のように被爆者の方たちの健康手帳が、交付されて、それを持っている方、あるいはその健康診断受診する、受診者証を持っている方ということで、その方たちにはですね、健康診断が被爆者健康手帳を持っている方では年2回、希望者にはさらに年2回、自己負担はないし、また医療についても保険の自己負担分を国費で、補填するということです。ほぼ全ての疾病について自己負担が、ないというような形で、行われています。で、一定の要件があれば、さらに手当が加算されるということですね。でこれはじゃあどのくらいの健康手帳を持っている方たちの線量なんですけども、これは厚労省の第19回原爆症認定制度の在り方に関する検討会の資料なんですが、でここで、DS02 という線量評価のもので見るとですね、4000メートルで広島は 0.05 ミリグレ、長崎は約 0.2 シーベルト、ミニシーベルトですね。で、さらに遠距離は省略と書いてありますが、直爆を受けた方たち その健康手帳をもらう要件として、被爆地域が定められていますけれども、そこはその4キロより家の地域もあるんですね。そうしますと国の推定で 0.05 ミリシーベルトよりもさらに低いであろうと思われる方もこの地域に入っている方は当然ですけれども健康手帳交付を受けることができるし、それに基づく施策の適用というのは認められているということになります。でこれは被爆者の方たちのがん以外の疾患なんですけれども、これは58年から98年までの検診の解析ということで2004年に出されたものですけれども、この段階ではですね、7つの疾病がですね、被爆量とともに優位に増加しているということが、言われています。で、子宮筋腫ですとか、がん以外の甲状腺疾患やですね、慢性肝炎、肝硬変、また直線ではなくてその二次的な、方では高血圧症とか40歳未満の方の心筋梗塞とかですね、こういったものが出ているというのがあって、必ずしもそのがんだけの問題ではないということが言えると思います。では一方、チェルノブイリの方ではどういうような管理をしているかということで、これもまた政府の原子力規制委員会の方で出された、政府が作られた資料ですけれども、これはロシアですが、ほぼ3カ国一緒というふうに考えていいと思います。で個人の被爆線量、外部被爆内部被爆の把握が行われて一元的に管理されていると。でその他の土壌食品の汚染濃度なども把握されて、これも管理、一元的に管理で、被災者の登録人数や居住地域、疫学研究の主な成果に関する情報は一般住民も自由にアクセスできるというふうに述べています。で、それは今のは被爆線量ですけれども、この健康管理の方はその線量だけではなくって、いろんな健康診断ですね、行われて、これらも一元的に管理されて、被爆と健康影響の関係の把握等に活用されていると。で、特にですね、そこの下の方の枠では健康影響の恐れがある疾病か否かにかかわらず、さまざまな、検査を行っていると。その結果、放射線菌かどうかというのは並行して、研究していくにつしてもですね、それに関わらずに疾病を早期発見していくというような率を向上させて治療効果を改善するというような課題に向けてですね、非常に役立っているということをロシアの方では言っております。で一方、これは
2011年の8月の放射線審議会の議事録からちょっと抜粋したんですけども、この時にですね、一般公衆についての線量の把握なんですけども、まあ、福島県はもうすでに県民健康調査が始まっていたわけですが、その県をまたいで組織的にどこがどう責任を持つのかがちっとも見えてこないと、省庁を横断的に一元的に進めていただきたいというようなことを、まあ、日本原子力研究開発機構の古田委員がおっしゃっています。で、法医研の理事長である米倉委員は、実はアンスケアから我々は全ての国民の線量を、まあ、評価を求められていたんだけども結局全然できてないということが表に出てしまったと。で、まあ、同じようにその福島県民については県がやっているけれども、残りの部分に関しては一括して同じ基準で線量評価をして同じ基準で健康調査をするという必要があると、で一括した管理が必要であるということについて省庁を超えた形でお願いしたいというふうな議論がこの時行われています。残念ながらそれなかなかですね、それが進化していかなかったというのが、まあ今の状態ですね。で、これは、東電の福島事故により被爆した人たちの健康管理の、まあ、構成とチェルノブイリを、まあ、じゃあ比べてみたんですけども、チェルノブイリの方は、まあ、被災者の定義があって、まあ、避難した人、それから汚染地域にずっと住んでいる人で、事故の処理作業者、そしてその人たちの子どもということがですね、全てが一元的に管理して保健対策などにもさらに研究にも活用されていると。で、一方福島の方は、まあ、県民の方たちには、まあ、いくつかの検査があるものの、じゃあこのデータはどういうふうに生かされていくのだろうか、管理はどこがやるのか、なんか今一つはっきりしない部分もあると思いますし、何よりも福島県民以外の被災者についてですね、何らのきちんとした国の取り組みがないということがですね、現状です。で、これは環境省の汚染状況重点調査地域ですけども、まあ、見てもう一見して分かるように、まあ、非常に広い範囲に、汚染は広がったと、まあ、濃淡いろいろあると思いますが、しかし、あそこの赤の枠で囲ったですね、国の支援によって健康管理をしているっていうのは福島県だけであるというのがいかにもおかしいんではないかというような今現状ですね。まあ、これ最後ですけども、まあ、私たちとしましては、まあ、検診をするエリアをまあ見直したり、項目、そしてから、居住地の選択の権利の保障やですね、保養などを含めた総合的な支援、そして、科学的な検証に活用可能なデータベースの構築で、まあ、何よりも国の責任によってこうしたものを一元的に取り組んで、まあ、被災者の信頼を得られる体制を構築してほしい。この被災者の信頼を得られる体制っていうのがですね、この前の環境省の専門家会議で、市民団体の方から、まあ、座長解任の要求が出されるというようなことになってるわけですね。まあ、そのような事態になってるということをきちんと認識してですね、本当に被災者の信頼を得られるような体制を構築していっていただきたいと。すいません、ちょっと長くなったかもしれませんが、ありがとうございました。はい、はい、それではですね、質疑に入らせていただきます。事前に質問書を提出させていただきました。で、環境省さん宛ての質問と厚生労働省さん宛ての質問それぞれあるんですが、まあ、オーバーラップしているところもあると思うんですが、まずは厚労省さん宛ての質問から、はい、で、ちょっと時間が厳しいので、ご発言される前にですね、ご自分のお名前と、ご所属を最初に発言されるときにちょっと自己紹介していただければと思います。あ、ちなみに私は環境団体の FOE ジャパンというところの三つだと申します。よろしくお願いします。じゃあすいません、最初に厚生労働省さん宛ての質問です。福島県で発見されている甲状腺がんについて保健公衆衛生がん検診の見地から、厚労省のお考えを伺いたいという質問です。背景といたしましては、ご承知のように福島 県民健康調査でですね、現在がんないしがんの疑いというのが103名、生じています。で、県立医大は原発事故との関連性はないというふうに言っているわけですね。
で一方このがんの発見を、めぐっては一部の間で過剰診療だといったようなこともあの指摘があるわけです。ただその福島県立医大の鈴木教授はですね、いや決してこれは過剰診療ではなくて必要な手術であったと。で54例のうち8割の45例はですね、腫瘍の大きさが10ミリ超えかリンパ節転移や肺転移2名があり、残り9名は腫瘍は10ミリ以下でも転移はないもののうち7名は腫瘍が気管に近接などのリスク、2名は経過観察でも良いと判断されたが本人の意向で手術したとされていると。で、というようなことを発表されているわけです。で、ですから私どもとしてはこれは福島原発事故の影響であるかどうかという議論はさておき、非常にこう緊急事態なんじゃないかというふうに考えているんですね。で、このことについてやはりその厚労省さんが保健公衆衛生的な見地からですね、これが仮にその福島原発事故の影響ではないとすれば全国的な問題だとすれば、それは原因究明とかあるいは対策乗り出すべきなんではなかろうかと、そういうふうに思われるわけです。でこのことについてご見解をお聞きしいたします。厚生労働省健康局がん対策傾向増進課の藤下と申します。座ったままで失礼いたします。今いただきました一つ目のご質問に対して回答させていただきます。まず厚生労働省ではがん予防重点教育およびがん検診実施のための指針において科学的根拠に基づくがん検診というものを推奨してございます。甲状腺がん検診につきましては一部の自治体や人間ドック等で実施されておられますが、成人において死亡率減少効果のエビデンスが今のところ十分にないということ、また過剰診断等による不利益などの指摘がございますことから、厚生労働省のがん検診に関する指針では推奨していないという状況でございます。で、この件つきましては、今後とも甲状腺検査及び治療に伴う利益や不利益等のに関する知見の集積状況を注視して、対応を検討してまいりたいというふうに考えております。簡単ですが以上です。ありがとうございます。今の一般的なこれまでの指針についてお話になったと思うんですけども、しかも今大人についてというふうにおっしゃったと思うんですね。今お子さんたちでこういうふうに100名以上出てるということについては何か話されているんでしょうか、厚労省の中で。ちょっと今のご質問2問目にもちょっと少し重複する部分があるかと思うんですが、ちょっと子どもについてはまだ今のところですね、その子どもの検診につきましては今のところ十分なその、科学的なエビデンスがないというところがございまして、現段階では今のところその、実際にその検診を行うということについては知見の集積を中止しているというような状況でございます。ごめんなさい、そうしましたら県立医大の原発事故との関係はないとしてるんですが、それについてのご見解はいかがですか。そちらは環境省さんもいろんなデータに基づいていろんなご見解されていると思いますので、そちらにつきましてははい、先に進ませていただきます。県民健康、ごめんなさい、福島県、県民健康調査検討委員会や、環境省の専門家会議ではがん検診の在り方にまで言及されています。しかし現在の事態はすでに環境省が、対応する範囲を超え、日本の保健公衆衛生がん検診を担当する厚生労働省が、早急に研究班の設立などを行い対応を示さねばならない問題であると私たちは考えているんですが、その点に関してはいかがでしょうか。
先ほども申し上げました通り、厚生労働省では、がん予防重点教育及びがん検診の実施のための指針において、科学的で根拠に基づくがん検診というのを推奨してございます。了解です。でこのためですね、国が示します、この指針において新たながん検診を推奨するためにはがんの死亡率が減少することや、不利益が少ないことを示すような根拠というものが必要だと考えております。で、ご指摘の甲状腺検査につきましては、がんを早期に見つけることができる高精度の検査が、死亡率減少効果の観点から、全てがん検診として効果があるとは限らず、これらの検査により、死亡の原因となるまでには至らない全がん病変や早期のがんも発見されうるというふうに考えております。で、こうしたがんを多く見つけることによって、検査によるがんの発見率は高まるといたしましても、がんの死亡率の減少につながるという明確な根拠は現時点では確認できていないという状況でございます。それで、今後とも甲状腺検査及び治療に伴う利益や不利益等に関する治験の集積状況を注視して対応を検討してまいりたいというふうに考えております。死亡率の減少につながらないというお話なんですが、チェーンの部位ではですね、もちろん十何人の方が亡くなったということもあるんですけれども、そのがんの患った子どもたちが今生殖年齢に達すると、やはりその甲状腺のいろんな問題が出てくるわけですね。で、がん以外のもちろん甲状腺の疾患もあるということもあるんですけども、がんを手術した後の子どもたちの、どういうふうに妊娠出産を迎えるかというようなことで、非常にいろんなケアをしているというのが実情なんです。ですから、その単にですね、死亡率が低いからそのやらなくていいっていうふうに、今まででは、そういうふうに考えてきたかもしれないんですけども、この原発事故があったという、状況を踏まえてですね、状況がガラッと変わったわけですから、そのことについて、特に、先ほど子どもについてはまだ意見の集積中ということでしたが、ずっといつまで集積されるおつもりなんでしょうか。ちょっと今ご指摘ありました、がんの死亡率減少だけでなく、そういったその、それ以外のですね、生殖年齢に関する影響であるとか、そういったことも含めて、その、子どもに対して確かにその今のところで現時点では今までデータというものがはっきりしたものがないというところで、しかるべきその、データが集まりました時点で検討したいというふうに考えております。山田と申します。小児科医です。ずっと福島で、子どもたちの健康相談をやってきました。基本的に福島の子どもたちのことがご心配ではないですか。私は本当に毎日この子たちがどうなるだろうと思って、何をしたらいいかって考えては非常に虚しい気分になってるんですけれども、一般論ではないわけですよね。その、甲状腺がんの検査を全体に行うかどうかっていうようなことを論じるわけではない。ただ非常に今吉田さんも言われている特殊な状況であって、こういう状況になったから本来必要でなかった国民全体の甲状腺の検査も必要なのかもしれないのです。それはで、かつてロード・ブラッドっていう物理学者が放射線の健康診断の影響を見るには100万人単位ぐらい の、 疫学的な調査だとかなんか行わないとはっきり出てこないっていうふうに言われましたから、今もし本当に福島の子どもたちが置かれている状況がご心配なら、当然あの子たちに、はっきりした見解を出してやるっていう。で、私たちは相談にあたって大丈夫でしょうかって聞かれるわけです。で、その時にやっぱり比較するデータが全くない状態では何も言えない状況なので、そういう点でご心配ではないでしょうか。当然心配はしておりますし、本当に子どもについてのデータがないというのは本当に今の時点では確かなことでして、それについてこちらでも甲状腺がんとして診断されて、またその治療して
されている方々、まあ、子どもさんお子さんがですね、まあ、甲状腺全摘されることでその後のまあ治療についてまあ、ずっとその、まあ、内服薬を続けなければいけないとか、それに伴う成長段階の影響とかそういったことの知見というのが現段階では十分ではないというところがございまして、そういったその、まあ、データに基づいて検討していきたいというふうに考えております。ですね、すいません、ですね、つまり私たちが聞いているのは即座にですねがん検診を厚労省として全国的にやれとかそういうことを言っているわけではなくて、甲状腺がんの話ですよ。で、今の事態がここに書いてありますように、8割が腫瘍の大きさが10ミリ超あるいはその、リンパ節転移肺転移等々と非常にこう深刻で手術をせざるを得ないっていうふうに福島県立医大鈴木教授がはっきりと明言しているわけですよね。で、そういうのが一つと、あとはそのここで聞いているのは、研究班の設立対応の検討っていうことなんですよ。でそれはそのなんというかやはりその厚労省としてですね検討を今から始めないわけがちょっと私たち的にはよくわからないんですが、どうなんでしょうか。この状況はかなり重大な事態なんじゃないかというふうに考えているんですが、そこら辺のご認識はいかがでしょうか。そういった点も含めてその対応を検討していきたいというふうには考えていまして、まあ、どういう対応をするかということについて今検討したいというふうに考えています。知見を集められるって言われましたけれども、知見はないんじゃないですか。そういうデータに使えるものが。で、この前鈴木さんたちにお会いした時にも言いましたけれども、アメリカでは子どもの甲状腺がん、20歳以下ぐらいの甲状腺がん の全国的なデータを取って、それで増加しているっていうような論文が出てるわけで、アメリカのような被災地じゃないところでも、今世界的に甲状腺がんが増えているっていうことを背景にして、まあ、小児の医療被曝だとかなんかの問題もあって、ちゃんとした調査を始めてるわけです。で、それはデータがないから、これからデータが作られるわけで、知見が集まるのを待ってって子どもの、データっていうのはないわけですから、いくら待ってても出てこないじゃないですか。でその出てこないものを待っててもしょうがないので、今その知見を始めるしかないじゃないですか。これ以上は要望として、はい、要望として厚生労働省は国民の健康を守る役所なので、それはまあ環境省にこの専門会議がたまたま言ってるけれども、まあ、本来厚生労働省が本来というと変ですがやるべきことだと実は思ってるんですね。ですから厚生労働省として検討して早急にまあ立ち上げていただきたいという強い要望を申し上げたいというふうに思います。よろしくお願いします。はい、じゃあそういう要望をしたということで3番に進みたいと思います。この住民の健康管理体制の構築にあたっては省庁を横断的に取り組むべきであると考えるがいかがでしょうか。環境省との連携はどのようにされていますかという質問です。厚生科学科の亀山と申します。よろしくお願いします。省庁横断的に取り組むべきであるというおっしゃる もちろんその通りで、我々としては環境保険の問題というのが、まあ、メインでありますので、環境省さんが今表に立ってやってくださっていますが、当然それを全省庁を挙げて、まあ、指針していくという体制を取っています。県民健康調査に関しましても、財政的と技術的な支援は常にさせていただいております。それから人的支援も当然させていただいております。それから環境省が主催されているその健康管理のあり方に関する専門家会議について、その我々もオブザーバーとして参加させていただいて、議論されている内容も常に把握をさせていただいております。
今後も関係省庁と連携をしてきちんと対応してまいりたいというふうに考えております。今その危機管理災害対策課の皆さん、県民健康調査の方もずっとオブザーバーで、いらっしゃるし、まあ、今その専門家会環境省の専門家会議もオブザーバーということでしたが、いろいろこうその省庁横断的にというのは考えてますということですが、実際に厚労省の中でその危機管理、健康危機管理、災害対策課としてですね、今までそのいろいろ論議を聞いてきた中で、福島県とか環境省の会議でどのような議論をされてるんですか。健康危機管理災害対策室長の姫野と申します。よろしくお願いいたします。今現状我々の室の方で取り組んでいるのは今神山の方から申し上げた通りでございますけれども、基本的にこちら福島における放射線の健康影響、そういったことの検討については環境省において行われております。でこの状況についてはきちっと厚生労働省としてもモニタリング把握をしながら対応するということでオブザーバーとして参加しておりますけれども、まず一義的には環境省さんの方でこちらの検討会していただいておりますので、まずその状況を我々としてはしっかりと注視していくというのが現在での対応でございます。ですね、ちょっと質問が飛んでしまうんですが、追加で出させていただいた質問なんですが、なぜその福島原発事故後の住民の健康管理に関する所掌が厚生労働省ではなくて環境省に置かれたんでしょうか。初歩的な質問で申し訳ないんですが、それとそのもし法的根拠なんかがあったらそれについて教えていただきたいんですが、これは環境省さんにお尋ねした方がよろしいんでしょうか。はい、では、環境省環境保健部、放射線健康管理担当参事官室の鈴木と申します。よろしくお願いします。では今のご質問につきましては、私どもの担当の一番後ろの方になるかと思うんですが、今探しております。はい、ではお答えします。福島原発事故後の住民の健康管理に関する所掌について、これが厚生労働省ではなく環境省に置かれた法的根拠等についてでございます。回答といたしましては、平成24年の原子力規制委員会設置法、これが制定された際に環境基本法が改正されました。でこの環境基本法の第13条に規定されております放射性物質による環境汚染の防止のための措置を同法の対象から除外するという趣旨の規定が削除されております。でこれによりまして、放射性物質による環境汚染の対策は公害の予防という環境省の所掌に含まれることになりました。で従いまして、福島の第一原発の事故に伴う放射性物質による環境汚染に係る一般住民の健康管理、これにつきましては公害に係る健康被害の保障および予防に関することという、これは法律条項で言いますと環境省設置法第4条第10号でございます。第4条第10号
のに基づく所掌事務として環境省が取り組んでいくことになりました。あ、以上でございます。はい、ありがとうございます。ですね、まあ、さあさりながらですね、私たちはこの公害の予防およびその保障という以前にですね、それ以前にそれも非常に重要なことなんですが、厚労省のその所掌であるその国民の健康を守るというようなところにも該当するんじゃないかと思いまして、そしてまた今までのその、積み重ねですとか、あるいはその福島の例えば原発事故のその作業員ですとか除染の方々の、健康なんかも厚労省が見られているというようなことを考えても、厚労省が主体的に この、体制に加わってですね、やはり責任を持って実施していくべきなんじゃないかなと思っているんですが、これ以上ちょっと我々も勉強不足のところがありますので、ちょっと、こんな感じ何か、あ、はい、します。高山君の瀬川と申しますけれども、今のお答えと先それから厚労省の先ほどのお答えで、がん検診に対するお答えというのは基本的に現在、まあ、日本全体で行われているがん検診、まあ、網羅的にですね、特に何か化学物質ですとか有害物質に暴露だとかがあるわけでもない人に網羅的に行おうと、それで検診受診率を上げようというようなキャンペーンを行っているがん検診の科学的根拠に関するお話だったと思うんですね。で、今環境省の方の、まあ、所掌というのはそういう有害物質とか暴露があった前提でそこから、検診を行おうというものだということで、そちらが環境省のご担当であるという理解で良いのかどうか、厚労省はそういう有害物質暴露に対する検診というものは基本的に今やほとんど放射性物質も含めて環境省に行ってるんで今やほとんど担当してないという理解でいいのかどうかというのが確認点が一つあります。その上でですね、先ほど吉田さん のプレゼン、それから健康の在り方会議を傍聴されておられる厚労省の方にもお伺いしたいんですけれども、この放射線による健康被害というのは特定の今甲状腺がんがクローズアップされていますが、それ以外にも種々あると、それで医師会の委員からも一元化した国の管理をしてほしいという要望が再三出されていると、その現状を見てそれについても厚労省は所掌しなくても良いというご判断をされているのかどうかという点、まあ、2点をお伺いしたいと思います。1点目からお願いします。先ほどちょっとご指摘されておりました化学物質などの暴露に関してそのがん検診あったという前提でいいのかどうかというご質問に対してですけれども、そういう前提というよりも、もうがん検診については胃がんとか、まあ、今科学的根拠に基づくがん検診というのは5つ今やっておりまして、胃がんと大腸がん、肺がん、そして乳がんと子宮頸がんということでやっております。
で、それぞれ危険因子というのはございますので、それらの中にはやはりその化学物質なんていうのも含まれている場合がございます。その危険リスクの中にはですね。なので、こちらとしてはその有害物質があったかどうかという前提というよりも、まあ、本当にその甲状腺がん検診というものが国全体として取り組んでいくべきものなのかどうかというところを、今、まあ、対応をどういうふうにするべきかというところの検討段階ということで、その前提があったかどうかということについてはちょっとそういう前提自体をちょっとこう想定しているわけではなく、まあ、全体的にその、まあ、いろんなこうリスク要因を加味した上で必要であれば対応していくというようなことですので、その辺ご理解いただければと思います。ということは厚労省の所掌ではないということではないと、特に今度のような大規模な放射性物質による汚染というようなものも場合、そういうところまで検討していくということですね。その辺の影響を、まあ、その環境省さんとも連携しながらですね、対応について検討していきたいというふうには思います。すぐにお願いします。2点目の方のお伺いしたいんですけども、まあ、がん以外にもいろんな問題があると。で特に厚労省さんは原爆被爆者の方たちの健康管理、先ほどもちょっと、プレゼンさせていただきましたけども、やってこられたという長い歴史があるわけですね。そういう中でやはり放射線の被害ということでのがん以外の問題ということについて、どのようにお考えになっていらっしゃるんでしょうか。多分その危機管理災害対策課の方ではないかと思うんですが。少々ではございませんけれども、福島のケースについてはがん以外についても一元的にという話かと思いますけれども、そういったところも含めて環境省さんの方で検討していただくというふうになっているんじゃないかというふうに理解をしております。すいません、そのさっきの鈴木さんのご回答は、要するにその今の福島の放射能の問題については、これは要するに環境省の担当なんだということですよね。ところが実際の専門家会議の議論を聞いてますと、環境省が言ってるのは要するに、あれは福島は放射能の影響じゃないと言ってるんですよね。非常におかしいんです。これはやっぱり当然健康という観点からも、やっぱり厚労省の方も含めて全体的に取り組んでいただかないとおかしいと思います。今日の質問とは少し違うんですけれども、先日8月17日にこんな大きな、全面広告を出されて、放射線についての正しい知識をというふうに書いてありますけれども、この中身についてお伺いすることがなかなか機会がないので、ちょっとお伺いしたいんですが、この中に野菜不足と、放射線 の発がんへの影響は同程度だって書いてありますが、これはどのような文献だったのかということと、それからこの大量飲酒だけは2号以上というふうに具体的に書かれているんですけれども、喫煙者とか運動不足とか野菜不足とかいうのはものすごく曖昧でして、全然野菜を食べない人から、平均よりも食べない人まで、どの範囲のものを言うのか分かりませんけれども、こんなものを比較に出されて放射能と同じ影響だって言われるのは非常に納得がいかないんですが、これの根拠になる文献とか、それからその野菜不足っていうのはどの程度の野菜不足を言うのかとか、答えていただけるのでしょうか。これは環境省も復興庁内閣官房外務省環境省が一致して出しておられる政府広報なので、中身については責任持ってお答えいただかないと困るんですが。
これは多分環境省に対する質問だと思うんですが、お答えになれますかね。いや、ちょっと事前の質問に含まれていなかったので、入っていないのと、それから私どもその確かに環境省と名前は入っておりますけれども、その広告の内容については私どもの、チェックは特にそれについてどうのこうのといって、この広告の責任主体はどこになりますか。私ども環境省の方ではございません。ちょっとでも環境省の名前入っていますよ。名前は確かに入っておりますけれども、だから政府広報として復興庁、内閣官房、外務省、環境省って入っているんですよね。これなんですが、でこれすごいすごい物議を醸し出して、こんなの我々の税金でね出されて、しかも根拠ははっきりしないんですよ。文献出典とか書いてないし、すごいこれ問題だと思って、これについてはちょっと改めてですね、っていうか環境省の名前があるからには絶対環境保健部、放射線健康管理参事官室に絶対これはこの内容は来ているはずなんです。鈴木さんの部署ですよ。私の方ではちょっと承知しておりませんので、ちょっと分かりません。これね、環境省、これ名前が入ってるっていうことは環境省が同意しない限り絶対役所的には出ないでしょう。環境省のどの部門が OK いたしたんですか。そこでしょ、部署部局で言えば。いや、だからそれ知らない方ではないです。お二人いかがでしょう。これについてなんか倫理というかなんか回ってきませんでした。はい、ですね、それ8月でございます。8月17日です。でございますね。実はですね、詳細については実は承知しておりません。なので、なぜかというとですね、それは単に我々今ここにいる3人ですけれども、そのものについて倫理が回ってきたというわけではないので、じゃあ後ほどまた質問ではですね、ちょっと別に確認させていただければ。わかりました。そしたらですね、今日、これ確かにびっくりしたんで、環境省の方でどの部局でどういうふうに承認したかという方ですよね。こちらなんで後ほど質問出させていただくということで。そうですね、はい、放射線だから、ね、はい、まさにさっき言った環境基本法によってこの公害に電話環境省が責任持つとおっしゃったんだから、はい、はい、すいません。質問の方に戻らせていただいてよろしいでしょうか。それではその、厚労省の関与についてはですね、私たちとしては強くやはり厚労省さん、いろんな意味で関わっていただきたい、主体となっていただきたいですし、検討を進めていただきたいと思っておりますので、ぜひご検討をよろしくお願いします。また何でしょうか、フォローアップの質問などは、後日出させていただきたいと思っております。で次に質問の4番なんですが、これは環境省宛ての質問です。原発事故に伴う住民の健康管理のあり方に関しては、被災当事者をはじめ多くの市民が懸念と関心を抱いています。被災当事者や一般市民の声を聞く場を環境省として正式に設けるべきだと考えますが、いかがでしょうか。少なくとも専門家会議の取りまとめ結果についてはパブコメに伏すべきだと考えますが、いかがでしょうか。はい、では鈴木の方からお答えいたします。市民の方々の、ヒアリングにつきましては、委員の方々とも相談してまいりたいと考えております。ただ現在早期にその中間的な取りまとめを行いたいという関係上ですね、ある程度ヒアリングについては絞り込まざるを得ないというふうには考えております。その辺一つよろしくお願いいたします。またやるってことですね。いや、それは委員の方々に相談させてしてということにさせていただきます。それからパブリックコメントにつきましては現在検討中でございますので、今この場でお答えはちょっと難しいんですが、一応検討中ということでお願いいたします。はい、今早期に中間取りまとめを行いたいとおっしゃったんですけども、どういうスケジュールを考えていらっしゃるんですか。こ
これはあくまでも専門家会議の方でですね、まあ、早くとにかく今ずる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 遅れて、もう昨年度末の目標だったのがまた5月6月今、まあ、9月というふうに遅れたんですが、まあ、先だっての会議でも特にこう、まあ、急ぐということは考えないというふうに参事官も申し上げましたので、そこについてはまだ期間的にははっきりはしておりません。でも先ほどなんか早期に行いたいというおっしゃった、まあ、こんだけ長引いたのは、まあ、非常にさっきも言いましたが占領の把握と評価にですね非常に長くお話をされていて、本当に市民が求めている健康管理の在り方ですとか、まあ、医療のに対する支援の施策というものがですねまだやっと始まったばっかしですよね。その一方で、まあ、そのなんか早期に行いたい、しかし今すぐというわけではないというような、なんか全然方針がわからないんですけども、どのように考えますか。まあ、これは今私どもがお答えできるのはもうとにかくできるだけ早くとしか言いようがないんですけれども、まあ、あくまでもその委員の先生方のご意見をですね伺ってまたその市民の方々の、まあ、ご意見の伺う場もまた設定するとなるとですねまたあと何回か必要になってまいります。中身が重要なのでスケジュールも私たちは知りたいんですが、急がなくちゃいけないってことばかりさっきからおっしゃってるんですが、ぜひ市民のヒアリングをやるように環境省として検討してください。お願いします。でパブリックコメントを出すのは当然ですよね。でもその前に、スケジュール感よりもきちっと市民のヒアリングをするっていうのを環境省として、まあ、やるのか専門委員会でやるのか環境省としてその方向でお願いします。健康管理をどうするのかっていうね本題についてはちゃんとやってほしいんです。ちゃんとやってください。そんな逆に急いでもらったら困ると思うんです。で意見をちゃんと聞いて、でもこれまでも随分ヒアリングされてますから、まあ、その中身をちゃんと精査してその中身をどう生かすかという観点でしっかりやっていただきたいんです。はい、5番なんですが、この関連ですね、5番なんですが、8月27日直近の専門家会議で示された健康管理の在り方に関する主な論点ですね、案というものが示されました。で、この論点が非常にこう簡単で我々は驚いたんです。でこれまでその委員外部専門家、そして我々市民からいろいろと環境省さんには申し入れをさせていただいています。委員と外部専門家は専門家会議の場で、発言していますね。で甲状腺がんや心の健康以外の多様な疾病に着目した検診項目の拡大、避難区域からの避難者向けに行われている検診の地理的な拡大、福島県外での検診の実施っていうことが、まあ、いろんな切り口で提案されたと思うんです。必要だということが言われてきたと思うんですね。一方でその、まあ、委員の中にはその検診については両方、まあ、メリットデメリットあるという発言があったことも事実ですが、こういう発言もありました。 ですからその論点の中にこういうことが含まれていないというのは問題だと思っているんですね。ここら辺は環境省さんいかがお考えでしょうか。はい、今の論点の中にその今おっしゃられた3つの項目が含まれていないということでございますけれども、これについてはまだ残念ながらその専門家会議の方で検討段階でございます。まあ、前回は私ども事務局の方から叩き台としてとりあえず出させていただきました。まあ、これは今後専門家委員会の方でさらにもっとどこを重点にするかとかです。
そういう議論も含めまして専門的な。でもこのペーパー環境省さんが出されたんですよね。事務局が作ったペーパーですよ、はいはい、でこの中に今まで散々指摘されていた とりわけその県外における検診の実施、これはあの、委員の中でも指摘する人がいましたし、はい、外部専門家は明らかに指摘していましたよね、はい、含まれていないとこれ叩き台なので議論がこの中で行われてしまう可能性があるわけですよね。これはなんか含めていただかないと困ると思うんですが、いかがでしょうか。はい、あのそういうご要望をたくさんいただいておりますので、あのその辺についてはもう一度こちら検討させていただきます。元々この専門家会議っていうのはあの福島県は県民健康調査やってるけども、それ以外の近隣県とかですね、その方たちについてどうするかっていうのがどちらかというと比重としてはそちらが大きくて始めたんじゃないですかね。このなんか今の話を聞いてるとそちらの話がすっ飛んでいるような気がするんですけれども、はいはい、あの元々はですね、やはりあのまず第一は福島県の住民の方々、まあ、こちらの健康管理を何よりも一番にしなければいかんということがありまして、でそれからアンスケア、まあ、国連科学委員会ですね、アンスケアの報告のようなところからもですね、あの県外につきましては特段あの健康影響に及ぶ可能性が低いというふうなあの、まあ、報告がございますので、まずは福島県の方をまず、うん、第一に重点にしたいという方針でございます。鈴木さん、あのこれ環境省さんが第1回の専門家会議で示された資料 1-2 ってやつなんですっていうか、これ多分使い回しされてるので方々に出てくると思うんです。子ども被災者支援法基本方針の健康管理関係の主な施策について基本方針抜粋っていうところなんですね。基本方針からの抜粋ですね。でそこを見ると環境省として、新たに有識者会議を開催し、福島近隣県を含め事故後の健康管理の現状や課題の把握、今後の支援の在り方ってなことが書いてあるんです。ここにその福島近隣県を含めって書いてあるのは、おそらくその県、おそらくっていうか明らかに県外の基礎の検診の在り方というのをここで検討するっていうことになっていたと思うんです。ですが我々は その議論がもうストレートにいきなり始まるというふうに思っていたんですが、そうはなっていないし、未だにそれについてもなんかあのやるのかやらないのかよくわからないようなことをおっしゃっていて、このペーパーにさっき示したそのペーパーにすら載っていないっていうのはすごく心配になっているんですね。含めますよね、検討の中に。あのもちろんですね、今の専門家会議の中で福島近隣県の健康管理といいますか健康調査もあの含まれております。ただそれあのその範囲ももちろん含まれておりますが、まだ今それはあ、まあ、どういうふうに進めていくかということを今専門家会議の方であの検討している段階ですので、ですね、前回は少なくとも検討していませんでした。前回我々傍聴したんですが、福島県外についてはそうでしたよね。あの福島県健康管理調査についてのみあの議論がされていて、福島県外については言及、議論については確かに今まで、あのだからこれからやっていただきたいということなんです。もちろんあの当初のですね、はい、あの検討範囲にはそこも検討することもあの含まれておりますので、じゃ あのぜひしっかりとそちらの、はい、そちらをぜひあの力を、ごめんなさい、あの1点だけなんですが、この皆さんのお手元にはカラーでですね、放射線プルームの拡散状況っていうものをお配りしてるんです。これ環境省さんおよび原子力規制庁が9月5日に公表した研究委託事業 SPM に付着した放射性物質分析報告書というものの結果を、まあ若干地図上に落とすなどの作業をしてお配りしたというものなんですね。で、こういうふうな環境省さん自ら その、知見で新しい結果も出てきていまして、やはりその、
放射性物質のその特に初期段階でのその拡散というのはどん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 こういう形でですね、広い範囲に及んでいるというような知見も出てきており、全然今までその、あれだけ時間をかけ費やしていたその、環境省さんの専門家会議で取り扱われた文献よりもひどいような報告が最近出てるわけですよね。だから本当はその被爆線量の議論には逆戻りしていただきたくないんですが、こういうものも出ているので、その県外におけるその検診の、検診について具体的な論議を本当に急いで具体的にやっていただきたいというのがこちらの要望です。すみません、一言、私の理解では、まあ、福島県は福島県健康診断調査をやっているので、福島県外のとりわけ関東地域の放射線量が高いところの子どもたちについてどうするかっていう議論だったわけで、最終的にはこの専門委員会で例えば学校の検診でやるのか違う方でやるのかどういう形でやるのか、そこまでやってくださいよ。それをみんなは期待してますのでよろしくお願いします。もちろんその辺も最終的にはですね検討する予定でおります。ただ今のところはまずは第一はまず福島県一番線量の高い福島県の違うんですよ。これもともとは福島県外についての専門委員会だったんじゃないですか。そうですよ、その理解ですよ。まずはですね、その線量を正確に把握しないとですね、その被爆のところがということで、ずっと今までずるずると被爆がどうだったかではなくって、それも含めてですが、健康診断ちゃんとやれと、その必要性があるでしょうということで、福島県内でやっているが、福島県外だって福島県内と、放射線量が同程度それ以上のところがあるわけだから、それについて子どもたちをちゃんとやれっていうのがミッションだったはずですよ。どうしてミッションがずれるんですか。だから福島県外の子どもたちに対してこのように健康診断やってこうやってフォローします、厚生労働省も子どもたちの健康を守るために一緒にチーム作ってやりますっていうのが政府の回答であるべきじゃないですか。なんでそこでごまかすんですか。ということで、急いでいただきたくはないんですが、議論の開始は急いでいただきたいんです。本質的な議論の開始は急いでいただきたいと思っています。で、先に進みます。質問6です。8月25日付で、私どもの委員会から、環境省宛ておよび専門家会議宛てに意見書をお送りさせていただきました。で、意見書はかなり多岐にわたるものなんだ、それぞれ重要な意見だと思っているんですが、未だにお答えはいただいておりません。で、この場を借りて重要な点についてお聞きしたいと思います。丸1なんですが、被爆者援護法では周知の通り、被爆者健康手帳を有する人は全国どこでも無料で検診並びに無料で医療を受けることができ、主の要件を満たせばそれに該当する手当を支給される。国の推定で1ミリシーベルトはるかに下回る被爆線量でも、交付例は存在する。福島原発事故の対応についても被爆者援護法を基礎にした議論が必要であり、それに関連する被爆者団体や弁護士、専門家を招聘すべきだと考えるがいかがでしょうか。お答えいたします。今のご要望につきましては、専門家会議の委員の皆様とご相談してまいります。で、これは放射線による健康への影響、それから健康管理の在り方につきましては、やはり中長期的な検討が必要であるというふうに考えております。ただし、そうは言いましても今すぐにでもできる対策についてはできるだけ早く着手したいというふうにも考えております。で、そのために、中間的な取りまとめを急ぎたいわけなんですが、そういうことで、委員の皆様ともその辺はできるだけ早くですね、中間的な取りまとめ、それから今後の早期に着手できる対策等についてなるべく早く進めてまいりたいと考えております。
今のがちゃんと議論のこれまでなっていればですね、本当にその中長期的な対策と今すぐにでもまあ取り組むべきというのはまあ当然なんですが、それが全く今まで議論されていなかったというのが現実ですから、なんか今はそういうふうにだから早く取りまとめたいんだというのはちょっと本末転倒ではないでしょうか。まあ、ご指摘の点、ちゃんと福島中間取りまとめでも福島県外の子どもたちの健康診断をこのようにやりますというふうに入れてくださいよ。それが入ってなかったら何の意味もないじゃないですか。あのご要望につきましてはあのご意見として受け止まります。ですね、ちょっとそのための専門委員会だったんじゃないですか。福島県外の子どもたちの健康診断をこのようにやって健康を守りますというのが環境省の立場でしょう。ただ予防しなくちゃいけないんだからお願いします。で繰り返しですが厚労省もこれについて一緒にチーム作ってくださいよ。お願いします。ですね、あとその何でしょうか、今のその環境省が毎回出してくる取りまとめらしきものがあの外部専門家が言っている重要な意見が、全然反映されていないように思うんです。で例えば第7回会議で木村晋三さん、菅野屋さんは、現在のチェルノブイリの住民の健康状態の報告について、まあ、プレゼンをされまして、長期慢性被曝下でのその健康管理について、チェルノブイリの具体的な対策、検診、医療、保養、保障、研究などについてもあの言及、あ、まあ、チェルノブイリについて言及されていて、要はその甲状腺がん以外あるいはその、28年も経つのにやはりその、現在大変深刻な状況にあるということを報告されているわけですよね。これについては全然今のところあの取りまとめにの中に入っていないんですがどうなんでしょう。このようなご指摘があったということで私ども、まあ、検討してまいりますのでそういうことでご了承いただきたいと思います。専門家委員会の中で長崎座長が、ね、仕切ってるわけですよ。その中に環境省さんはねどこだけそのコントロールされしてるんですか。長崎座長に対してだから今回やりますやります言ってるんですけどもそこら辺の意思は伝わってるんですか。なんかあの座長にそこからちょっと教えてくださいよ。どういうやり取りしているのか、はい、あの会議の中でもちろんですねあの、まあ、このようないろいろなご意見もいただいておりますのでそういう点もあの各委員の方々にもあの理解していただいて今後の進め方については議論していただいております。ですね、あとその外部専門家から出されていて我々が絶対これは反映すべきと思っている点が何点かあります。例えば、質問のその6の ④ ですね、第4回の崎山久子さんがですね福島県以外でも被爆線量1ミリシーベルト以上の住民に対して健康に対する権利が保障されるべき、日本医師会の提案のように厚生労働省に一本化して体系的な検診を整えるべき、あるいは木田浩一さんがですね、国の直轄事業と位置づけ国による検診の一元管理を行うべき、一定の線量を超えた分についてはきちっとフォローアップしていくべき、やはり木村晋三さんですね、甲状腺被曝に関連して事故直後の高校生などとのその呼吸量の差異について検討すべき、そして大人への甲状腺検診も実施すべき、菅野屋さんが甲状腺がんのみに対応した検診ではなくて幅広い疾病に対応したもので長期にわたる検査を行うべき、あるいは、岡山大学の津田先生が県内各地域の比較においても甲状腺がんの多発が観測されていることを前提に今後の、対策を検討すべきということを言っています。これについてもぜひ明文化した形で取りまとめの中に、入れていただきたいと私たちは考えています。
よろしいでしょうか。あの今の貴重なご意見として受けたまわりました。これはあの今ここでこれを取りまとめに反映できるかどうかというようなあのことをお答えする立場にございませんので、あくまでもこれはお伺いして今後の検討に資していきたいと思っております。あの今のは委員会の中であの外部専門家が言われたことで、今私たちが初めて言ったわけではないわけですから、そんなの当然もう検討されていなくてはいけないはずですよね。それをなんか 今初めて聞きましたようなあのお答えをされるということ自体ですね、ちょっとおかしいんではないかなと思いますが、まあはい、それとこれあの国会の議員連盟からの要請でヒアリングをしていただいたというふうに理解しておりますので、ここで出た意見はやっぱりあのとても貴重な意見として言っていただいたというふうに思っておりますので、きちっと盛り込んでください。お願いします。どうしましょうか。ちょっとはい、3ページですね、一つちょっと関東ネットの中井です。この質問書9月4日に出していて、あのこれについては意見の取りまとめに反映されますかっていう質問を1週間前にしているのに、その答えがあの私ではお答えできませんって鈴木さんさっきおっしゃいましたけど、じゃあお答えになれる方からのご回答はあのお持ちいただけなかったっていうことですか。どなただったらお答えいただけたんですか。環境省としてはですね、事務局という立場でございますので、やはり専門家会議の委員の方々がこの、いただいたご意見をどう考えるかということになりますので、私どもとしてはこういう情報をあの提供はいたしますけれども、我々から合わせ公正という立場には残念ながらございません。もう委員には見せたんですか。これだったらあなたがここに我々 の, その要請書が、環境省および専門家会合閣議ということで出させていただきました。で、これは委員には配布されたんでしょうか。この質問じゃないですよ。 それを 前段階で、はい、あの崎山先生のご意見とかはあの配布させていただいております。ずっと前の話で、あの時もかなり抵抗があった。いや、もちろんその場ですぐですね、あの私ども承知しました、配布しますというお答えはできませんけれども、あのご要望がいただいた後もう一度うちの方で検討して、それで、参考意見ということで配布させていただきます。崎山さんのそのご意見の話ではなくて、この私たちが8月25日付で、出した意見書についての対応に事実関係なんです。で、我々もね、以前の経験で、別の省庁にとその専門家会議と審議会的なところに意見を出したこともあります。でその時にいや、私たちからは配布できませんよって言われたこともありますし、私たちから配布しますよって言われたこともありまして、配布できませんよって言われた時はなんでなんですかって聞いたこともありますが、最終的には私たち自身で、委員の方々に送るようなことをしたこともあるんですね。で、ですからその事実関係として8月25日付の、この意見書については委員に配布されたかどうかっていうのをちょっと確認していただきたいと思うんです。ちょっとお待ちいただけますか。すみません。じゃあそれについてはちょっと後ほど確認していただきたいと思います。でちょっとこれに関連しまして、先ほどその中間まとめについて急いでおられるおっしゃいました。で我々はその、きちんとした議論をしていただきたいということを申し上げています。でこの中間まとめを急ぎたい理由なんですが、何かその来年度予算に関連してお考えの施策とかあるんでしょうか。そういうことではなくて、いつも皆様からいつまでやっておるんだとお叱りを受けるので、なるべく早くということでございます。皆様って誰ですか。
いつも私陳情を受けさせていただいておるときにですね、いつまでそういう専門家委員会検討だらだらと続けているんだというようなお叱りを毎回受けるそれはですね、内容の話だと思います。いつまでもそのなんか怪しげ、失礼しました、不確かな食器被爆に関するその調査論文をなんかこねくり回しているように見えるので、本題に入ってほしいっていうことを申し上げたかもしれません。ただ必要な議論はしていただきたいと思っているんです。で、この中間取りまとめなんですが、当然のことながらその先につなげるためにまとめられているわけですよね。具体的にその来年度の概算要求で何か、何かお考えというか具体的な施策をにつなげるっていう、そういう理解でいいんでしょうか、それともそういうものではないですか。いや、予算措置についてそれを急ぐとかそういうことはないと私承知しております。例えばその個人占領権の配布なんかについては、はい、来年度は概算要求で何か予定されてるんでしょうか。残念ながらちょっと私そこまでは今そういう情報は持っておりません。はい、ありがとうございました。それでは3ページ目なんですが、ここちょっと多岐にわたっているので、これは私たち の, 意見ということで持ち帰っていただければと思います。健康リスク評価の各論点に関するこれまでの議論というものにちょっと問題が多いんじゃないかと思いまして、このような意見を出させていただきました。でなおこれは追加の要望なんですが、ちょっとこの、論点の取りまとめのペーパーの何というかそれぞれの根拠というか出典を、つまりどういう論文をどういう研究を、専門家会議がレビューして、その各論文についてどういうふうに例えば採用不採用とかね、丸×三角とか、まずはそのレビューした研究のリストがあるべきなんじゃないかと思うんですが、それがないんです。だから何を元に根拠にしてこのペーパーが出てきたのかっていうのがわからないんですね。それをぜひまずはお示しいただきたいというふうに思っております。いつも事務局からのすみません資料を出されるときに、それは事務局内部だけで、話されてこの資料という出されているんでしょうかっていうのは、先ほど言いましたように、外部専門家のですね意見が、その前の回に例えば出たら、そのどういう意見のがあったとかですね、事務局で作ると思うんですが、それが今までほとんど出てきてないっていうことに私たち不信を感じるんですが、どのようにしてそれを毎回まとめてらっしゃるんですけど、どうですか。ただですね、こう言われましたということを参考資料ですって配るだけではなくって、こういう意見であるってことをちゃんと事務局資料として書いて論議に付すべきだというふうに思うんですけども、どのように整理されてるんですか。なんかいつも座長とご相談しながらとかいうような言葉を参事官の方からは聞いたりするんですけど。実はここにいる3人は残念ながらその専門家委員会の事務局の担当ではないものですから、それぞれ今の進め方についてはですね、その今おっしゃられた永田武座長とそういう相談の結果でそういうふうになっているだろうとは私ども推測しておりますが、そういうようなご要望があったということで、それは変えて、そういう件も含めて検討をしてほしいということで、報告いたします。はい、そうですね、いや、このまさに専門家会議について話議論したいと思っていましたので、事務局をされている方が出てくるべきじゃないかと思いました。はい、でちょっと先に進みます。4ページ目の、2ポッツですね。専門家会議については当初から大きな批判があります。主たる批判としては、
まず福島県内外の被災者を反映していない委員会構成になっているというふうに考えています。停戦量被爆について警鐘を鳴らしてきた専門家が加わっていません。国の放射線の安全神話に加担してきたようないわゆる御用学者によって多数が占められているというふうにも見えます。そして被災者、被災当事者あるいは被災者の権利を擁護できるような弁護士が加わっていません。で、私たちとしてはその委員会構成を抜本的に見直して、被災者の代弁、被災当事者やその権利を代弁することのできる弁護士あるいはその停戦量被爆に関して警鐘を鳴らし続けている専門家による委員会にすべきではないかというふうに考えています。でとりわけ丸二なんですが、とりわけ長滝座長についてはですね、まあ、ここまでその何でしょうか、被爆評価を延々と議論していた割にはかなり重要な取りこぼしも多いですし、実りのあるような、結果が出ていません。でそしてその外部専門家の意見を無視する態度というのもこれは大変大きな批判を買っています。で、前々回、ホットスポットに住んでいる、女性たち母親たちからですね長滝座長の解任の要請が出ました。でこれについては環境省としては内部でどのように議論されてどのように対応するんでしょうか。はい、そのようなご意見が あるということは承知しております。それ、長滝座長の解任も含めましてですねそういうご意見があったということで受けたまわります。それについては出てるんですね。受けたまわるだけじゃしょうがないじゃないですか。意識だけが流れてますから、それに対してどうするかということをちゃんと答えてください。すいません、内部で何も検討されていないっていうことなんでしょうかね。なんかこんなのが出ちゃったみたいな感じでしょうか。内部でなんかこれに関して話されていることがあったら教えていただきたいんですが。はい、残念ながらそういう件につきましては今ちょっと待って、これうちの事務所のあれかもしれません。この質問は9月4日に送ってるわけじゃないですか。だったら答えられる人を出してくださいよ。ポジションだって明らかにこの質問の中身は専門家会議についての今日は行政交渉なわけでしょう。で分かってるわけでしょう。じゃあなんで環境省今日来てないんですか。これ環境省の国会の控え室で問題ないんですか。なんでいないんですか。専門家会議で答えられる人がなんでいないんですか。だって質問は事前に送ってるんでしょ。私ども参事官室は、ほぼ全員がですねこの専門家会議には関わっておりますけれども、それぞれパートがございまして、で例えば長滝座長の、いやそしたらですねちょっと時間がもったいないので、この質問に対してちゃんと答えられるようにしてくださいよ。長滝座長をどうするかということですか。てかさまざま専門家会議に関して質問のこの2というかですねここの質問の部分に関して6の、専門家会議に意見書をお送りしたの最後のここの部分ですよね。ここの部分についての回答をお願いします。環境省として責任を持って今回答してください。専門家会議の各委員、座長も含めてですね各委員につきましてはそれぞれの専門家の方々にお集まりいただくことにしております。で特に、その分野としては放射線被爆の線量評価、それから放射線の影響評価、放射線医学、甲状腺医学とかそれぞれの
それは分かってるんですが、市民からこういう批判が出ているとか、やっぱ足りないじゃないですか、これをどう生かすつもりかということをお願いいたします。そういうご意見も踏まえてですね、その各委員の先生方に、今後の進め方についても検討いただいておるところでございます。はい、すいません、鈴木さん のせいではないと思っているんですが、ちょっと環境省 その、放射線健康管理産地監視としてもうちょっと深刻に受け止めていただきたいと思います。すごく大きな批判が出ていますし、批判以前にその事実としてやっぱり現在の状況は緊急事態だと思って、そこら辺は認識が同じだと思うんですね。で、このやっぱりその環境省はその被災当事者に向いているべきだと思いますし、もっとこう責任のある具体的なきちんとした返答がいただきたいと思っているんですが、回答なんかいただいていないのは、今申し上げようと思ったんですが、はい、途中で切られてしまいました。私ども産地監視室の見解としましては、現在のところその委員の方々からですね、座長交代というご意見いただいていないので、事務局としましては現座長に引き続きお願いしたいというところが私の見解でございます。長崎さんには言ってあるんですか、市民の意見は伝わってるんですか、環境省の方から、事務局の方から。はい、もちろんでございます。それと長崎さんは何て言ってるんですか。私、変わる不安がないんです。そうは申しては、おられません。だからね、そもそもこの構成がおかしいんですよ。ね、さっきその占領とかね、いろいろ分担、担当があるっておっしゃったけども、例えば長崎さんにしたってね、この間8月の末に読売に論説で自分で書かれてるのはね、その今福島の放射性能の影響なんてないんだから、むしろその避難したことによる震災対策士の方が、震災士の関連士の方が問題だって、そう言ってるわけですよ。これが座長でしょ。で、他の委員見てくださいよ。ほとんどみんな放射能の影響はないという、ね、とあるいは本当少ないと言ってる人、いう専門家ばっかりじゃないですか。で、環境省だってね、さっきあんな鈴木さん自分で言われたように、例えば安月屋の報告でも福島県外は放射能の影響はほとんどないだろうと言ってると、そういうわけでしょ。だったらあんた前向きの答申が出てくるわけないじゃないですか。だからそもそもね、もっとその放射能の影響にもっと敏感な専門家も含めてね、もう委員会作り直さなきゃこれは無理ですよ。はい、放射性物質の影響に関する所掌は環境省だと言いつつ、放射性物質の影響を否定する専門家ばっかりで専門家会議を構成したらですね、これは結論は何も新たな対策は取る必要がないっていうようなことになってしまうと思うんですね。で、決して鈴木さん個人を責めているわけではなくて、ちょっと環境省 その産地監視としてですね、もうちょっと責任のあるねお答えいただきたいと思っているんです。もちろん環境省としてはこう考えているってビシッと我々の言ってることに反論してくださって結構ですので、少なくともちょっと今日いただいたお答えはご意見として受けたまわりますというお答えがあまりに多すぎたんです。 ですから私たちもね、要請的な内容と具体的に知りたいことっていうのはそれぞれあるわけなんですが、少なくともその知りたいことに対するお答えはもうちょっときちんと紙ベースでも結構ですので、後ほどまた出させていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。すいません、すでに時間超過しておりますが、ということでよろしいでしょうか、皆さん。せっかく厚労省来てくださってるので、私たちとしては例えば日本人全体 の放射能の検診が必要だと思いますけれども、個人的にはなかなかそうはいかないと思うので、せめてですね、以前に、北海道のがんセンターの総長だった西尾先生が個人的に要望として出された経緯がありますけれども、健康保険の制度の中で放射能の検診が、できるように、診療報酬の中に放射能の疑いで検診ができるようになると、そうすると自己負担分が非常に少なくなるので、それは割合実現が可能な範囲だと思いますから、
今私たちも自主的に研修を行っているんですけれども、ご本人の負担が非常に大きいもんですから、それで受けられない方が多くて、それで、まあ、医者の方で個人的に、無料にして負担したりしている状態なので、ぜひその診療報酬の中に入れられないかどうかということと、それからさっきも出ましたけれども、学校健診の中で、子どもの、健診を学校健診を拡充するといいますか、それは主治医のところで受けられるのを無料にするっていうような形でも構わないんですけれども、聞くところによると、なんか厚労省と文科省で意見が少し違って、厚労省はそれでもいいというふうにお考えなのに、文科省の方がなかなか乗り気ではないとかいう話があって、話が進んでないようなんですけれども、その辺は実現可能だと思いますから、ぜひご検討いただきたいというふうに思います。すいません、環境省の方から私の事務所にですね、こういう人間が出席しますっていうのが9月10日、今日が9月10日に来ているんですが、佐藤玲子さんが来られるということで、急遽今日鈴木さんに代わってるんですね。佐藤玲子さんだったら、それはこの専門家会議について答弁できるんじゃないですか。佐藤はですね、本日休養ができまして、私がピンチヒッターで出ております。でもごめんなさいね、佐藤玲子さんだったら専門家会議のことに関して答えることができたわけですよね。で、私の事務所には佐藤玲子さんというので、まず、9月10日ちゃんと来てるんですね。なんで鈴木さんになったんですか。要するに悪いこと言うと、環境省は答えられない鈴木さんを出して、答えられる佐藤玲子さんを隠したんじゃないですか。すいません、そういうことではございませんで、あくまでも本日は休養がどうしても外せない、休養ができてしまいました。わかりました。佐藤玲子さんに休養ができたというのは理解しましたが、はい、だったら答弁できる別の人を出すべきじゃないですか。それで先ほども申しましたが、委員の方々、あるいは座長の専門家会議のですね、委員の選任等につきましては、私ども事務局としては特に変える必要はないというのが違うんですよ。ちょっとじゃあ、そうではないの、ちょっとあれですが、もともと例えば10月9月10日の日にですね、私の事務所に、いや佐藤玲子さんが出席しますっていう連絡、佐藤さんと後藤さんと藤井さんということでちゃんと連絡来てるわけですよ。で、佐藤玲子さんが出席していたら専門家会議の担当者ですから、今日の質問に対してきちっと答えていただけるわけでしょ。で、今日本当に鈴木さんは誠実な方だと思いますが、分かりません、担当ではありませんっていう答弁になっているのでおかしいでしょうと。鈴木さんが来たことに文句を言ってるんではなく、答えられる人、佐藤玲子さんが今日忙しくて休養できたなら了解します。それはそうでしょう。私の言葉足らずで、その担当ではないと申し上げたんですが、私も参事官室全員、ほぼ全員で専門家会議に当たっております。で、パートパートでそれぞれ担当がございますの で、先ほどのご質問については、その例えば永田委員と の事前の調整とかというのも、またいろいろパートがございますので、そういう意味で私担当ではないというふうに申し上げます。はい、ちょっと、はい、そういうことで次回からはよろしくというか、永田さんの話なんですけども、今回 の委員会の進め方も当然あるんですけども、非常に危惧があるのは、低線量ワーキングでありましたよね。で、あれを見ると、例えば木村晋三さんとか、あるいは児玉達彦さんですね、がチェルノブイリの知見に基づいて、実際にがん以外でもいろいろ問題が多発しているとかですね、あるいは甲状腺がんについては、例えばそのなんていうか、そのもっとそのメカニズム的にその多発の可能性っていうのが指摘できたのに、要は実際に症状が出て、それが収束をして、結果的にその疫学的にその因果関係が確認された後で動き出したので、非常に対応が遅れたというような批判があって、ただそれに対して、その永田北尾さんを含めてその委員会ではですね、要するに科学的な根拠はどうなっ
疫学的にはどうなんだっていうふうに非常にこう攻め立てるようなそういう議事運営がされて、結果的には例えばチェルノブイリではその健康被害っていうのの増加が認められるけども、それは国際的な機関によっては確認されないという形で結局ネグレクトされてしまったんですよね。だからその実際に症状が出て影響がその因果関係が疫学的に証明された後ではもう遅すぎると。で実際に症状が出て多発している段階で手を打たなきゃいけないっていうですね、そういう指摘を結局こう抑えてしまうような運営がされていて、で同じように今占領ばっかりにこだわっているところで何か因果関係のところ の問題ばっかりにですね焦点がいて、で今現に甲状腺がんの問題では多発の問題になっているわけですよね。でその現実に目を向けて、でチェルノブイリでもがん以外でも実際にいろんな症状が出てるっていうね、その現実に目を向けた形での対応を急いでやるようにっていうのが外部の専門家からの重要な指摘だと思いますので、それをぜひやっていただきたいっていうのと、あと今日厚労省さんに、まあ、この問題でもきちんと厚労省としても対応されるということで今日はその点では非常に心強かったんですけども、だから厚労省さんとしては当然ね、そんな因果関係の前に実際にこう現実にこう症状が出るような、あるいは症状が予想されるような状態のもとではやっぱり動いていただかないとということだと思いますし、で放射線の問題については環境省さんです、でも環境省は因果関係がないと動きませんという形でこっそりこうなんていうかな、穴が開いてしまっているような、今そういう状況っていうのが非常にではないかなっていうところは危惧されますので、その辺ぜひ厚労省さんの方ですね、例えばその甲状腺がんの問題でいうと、先ほどその検診をして、それで対応することによって実際に何ていうか改善の方向に向かうかどうかっていう検証が必要で、その検証をどうするかについて今また検討してるって、なんかすごくまどろっこしいような回答だったと思うんですけども、今日の質問書にあるように実際 の手術の54例のうち経過観察が必要だけども希望でやったっていうのはたった2例なんですよね。それは当然藤田さんの方でも把握されてると思うんですけども、他についてはもう医師の専門的な判断として手術が必要だとそれで手術をされたというふうな中身だったというのがその委員会の中でも話があったと思います。で、まあ、例えば転移が見られるような場合に、まあ、ちょっと私は専門家じゃないとわからないですけど、やっぱりそれはやっぱ手術は必要だったんじゃないでしょうか、それによって改善されたんではないでしょうか、その辺の検討についてぜひ支給していただきたいというふうに思います。はい、というわけで永田木座長は我々は非常に問題の多い進行されていますし、外部専門家を何というかあなたの言っていることはユニークだって自ら招聘した外部専門家の言うことを全面否定するような非常にこう強引な議事が目立つと思っております。永田木座長の解任及びその委員会の抜本的な見直しについては対応についてまた質問出したいと思いますのでよろしくお願いします。そしてぜひ厚労省さんにはですね主体的に関わっていただきたいと思っておりますのでご検討よろしくお願いいたします。ということで、すいません、福島から来ました高橋と申します。そうですね、実際被爆をして子どもも被爆しておりますので実感として申し上げますと、この3年半健康調査とかありましたけれども、やはりなぜ厚労省さんが積極的に関わってくださらないのかっていうことなんですね。で子どもが成長して県外に出たりしますとなかなか検査を受けにくいというような状況もありますし、やはり環境省ではなくて定期検診の中でどこに行っても検査が受けられるそういう状況を親としては本当に望みます。で環境省の方も本当に一生懸命やってくださるんですけれども環境基本法の第1条にですね、
その文の中に現在および将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献するとちゃんと謳われてるんですよ。ですからやはり命を一番に守るためにその環境を守るということがあると思いますので、ちょっと今回 の内容とちょっと外れるかもしれませんけれども、専門家委員会の方も皆さん立派な方だと思いますけれども、私たちの気持ちを置き去りにした話をされないように、そこは強く望みたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ今日はお忙しい中ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。今日の件と別件ですいませんが、16日火曜日4時から6時までの2時間、参議院の行動で物言えぬ社会を作らないために、戦争のできる国にしないためにというので、集会を開きます。新聞ローレン、出版ローレン、それから月刊つくるの篠田さんや立憲デモクラシーの中野さんや永田さん、それからいろんな、伊藤和子弁護士や、そういう、海戸雄一も来ますけれども、いろんな人たち、おそらく10名から20名の間でさまざまな皆さんたちにこの物言えぬ社会を作らない、いろんなメディアに対する介入は問題だという観点からしっかり集会を入れたいと思います。市民の皆さんたちのたくさん の参加をぜひぜひよろしくお願いします。ちょっと PR というかアピールで広報ですいませんが、大事な時で原発にしろ、秘密保護法にしろ、戦争反対にしろ、声を上げていかなくちゃいけない、歴史認識も含めてと思っているので、16日火曜日4時から参議院の行動です。ぜひご参加ください。よろしくお願いします。Thank you.
すいません、ご参加の皆さん、10分ほど休憩を挟みまして、2時35分から、簡単にまとめの集会を20分ほど開きたいと思いますので、すいません、あと10分後にはご着席ください。ラップアップと情報共有と今後に向けた、まあ、作戦会議的なものをしたいと思いますのでお願いします。
をしたいと思います。それでは、ラップアップの集会を開きますので、席にご着席ください。
はい、取材の皆さんは外でやっていただけるとありがたいです。はい、皆さん、はい、はい、ご着席をお願いします。はい、皆さん後ろの方の皆さん、よろしければもうちょっと前の方に、なんかレイアウトがおかしなレイアウトになっていますが、お願いします。はい、皆さんすいません、ご着席お願いします。はい、それではですね、ラップアップの集会をしたいと思います。ですね、